画面は本日上田駅前に設置されました町の会上田門を紹介する拡大タペストリーなんです。で本来であれば上田駅のこのタペストリーの前で青空の下盛大に執り行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため初の試みとしてオンライン上でのテープカットとさせていただきますことをお願い申し上げます。それでは初めに本日の出席者の皆様のご紹介をさせていただきます。通信状況の確認も含めましてお名前をお呼びしましたらカメラに向かって笑顔で大きく手を振ってください。まず市内3商工団体の皆様から上田商工会議所会長柳沢健一郎様、よろしくお願いいたします。上田市商工会会長久保山治様、はい、こんにちは。よろしくお願いします。小野町商工会会長木島紀之様、よろしくお願いします。続いて本実証実験の協力企業であります守る株式会社から代表取締役社長村上和也様、よろしくお願いいたします。最後に上田市から上田市長土屋陽一様、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてテープカットに先立ちましてご挨拶を賜りたいと思います。はじめに町の会員上田門開催地域を代表して上田市から土屋陽一上田市長より挨拶を賜りたいと思います。これからですね、町の会員上田門の仕組み、そしてまたこの魅力、楽しさにつきまして、若干触れさせていただきます。このプロジェクトにつきましてはですね、多くの市民の皆様も注目しておりますし、また団体の皆様のご協力をいただきながら進めております。この門はご存知のように、真田家の家紋の六門線の門にちなんでおりますので、よろしくお願いいたします。町のコイン、上田門は、のこの仕組みですね、仕組みにつきまして若干触れさせていただきます。市内の小売業の皆様、飲食業の皆さん、そしてまた生活関連サービス業の皆様を中心とした、まあ、お店とそれと利用をされる利用者の皆様のつながりをですね、作っていく、創出していくということであります。門を使えば使うほどお店の方とその利用者の市民の皆様、あるいはご利用の皆様とそのコミュニティが図れれ、コミュニティ通貨、この門がですね、その媒体となるということであります。具体的にはお持ちのですね、スマートフォンの中のアプリを利用いたしまして、お店の人がこういうことを手伝ってほしいなとか、あるいはこういうような特別な体験ができますよということをですね、発信していただきます。これはチケットという表現でなっております。このチケットをまあ、いわゆる利用する方がですね、そのチケットを見て、チケットの内容を見ましてですね、お店を訪れたり、あるいはお店のから情報発信しているそのお手伝いをしたり、あるいは体験をしたりということでですね、この門をお手伝いすることによって門をいただく、そしてまたあるいは門をお渡しするということがですね、図られていくということであります。この時にですね、門をいただいたり、あるいは受け、お渡しする時にそれぞれお互いですね、感謝の言葉を述べて、まあ、ありがとうございます、そういうありがとうのですね、まあ、キャッチボールをしていくということで、このつながりが深まって、そしてまたその結果ですね、商業の活性化、あるいはお店の元気、町の元気につながるというような仕組みになっております。
またもう一つの特徴といたしましてはですね、このような情報がそのスマート化されゲーム感覚のようにですね、まあ、楽しんでいただけるという体験ができます。まあ、先ほど触れましたようにお互いにですね、ものとかあるいは体験を通して、まあ、ありがとうのキャッチボールをしようじゃないかということです。それによって町が活性化するということであります。このありがとうのキャッチボールというのがですね、非常にいいテーマだなと思っています。昔から馴染みのあるお店、あるいはお得意様、あるいはごひいき様というような情緒的な気持ちを持ってですね、そのインターネットという新しい手段をですね、その気持ちが伝わるという内容であります。まさに手軽に、そしてまた便利に使えるというふうに思ってます。市民同士、あるいは市の中のお店同士がですね、まあ、新たな絆を作っていく、そのきっかけとなればと思っております。大いにですね、商業をはじめですね、さまざまな企業のですね、地域振興策になるというふうに期待しております。またこの仕組みはですね、広く利用されますと、市民のそれぞれ活動団体の方々にも利用できますし、それによって市民共同あるいは SDGs の活動の分野にも広がっていくというふうに思っておりますし、持続可能なまちづくりにつながると思います。町の公園上田門はこれまで触れましたけれども、この1年間の実証実験において上田市で成果を得られるというふうに思いますし、またコロナの中、新しい未来を築くチャレンジ精神を持ってですね、挑戦する思いでいきたいと思っております。最後に、多くの市民の皆様が、そしてまた事業者の方々、市内外の上田ファンの方々にも参加していただきまして、たくさん楽しんでいただき、大きな成果がもたらせることを記念しております。皆様、各商工団体の皆様をはじめですね、多くの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。続きまして、町のコイン上田門に関する実証実験の協力企業であります守る株式会社から村上和也代表より挨拶を賜りたいと思います。今世の中ではですね、モデレーターと言われてまして、つまり仲介人とか調停者と言われる時代の到来とも言われております。その証拠でですね、巷では温泉版ツイッターと言われております、ちょっと人気が出ているクラブハウスというものがあります。これはですね、おそらくこのコロナで失われたコミュニケーションの上みたいなものがあるではないかというふうに私は思っておりまして、このネットを使ってですね、促進をしているというふうに思っています。私たちは同様にですね、この上田市のコミュニケーションの促進を考えておりまして、この上田市の良さをですね、皆さんと一緒にネットをフルに活用してですね、世の中に拡散していきたいと考えております。おかげさまでですね、昨年の12月の調印式以来ですね、他の地方自治体や企業から問い合わせも非常に多く、その期待の高さを非常に感じている昨今でございます。本日からですね、いよいよモンプロジェクトがスタートいたしますが、基本的にコンセプトはですね、この指一本で実現できる経済革命というような私は思っておりまして、土屋市長様にも今おっしゃっていただいたようにですね、スマホなどを使ってですね、新しい経済圏を作り、そして皆様と共にですね、これからの上田市の未来を一緒に作っていきたいというふうに考えております。昨年ですね、この上田市で行いました QR コード決済の PayPay キャンペーンにおきましてはですね、なんと全国1というですね、使用率を達成しましたので、上田市はですね、スマートシティとしての資質を十分に感じることが私も感じております。このコロナの影響もありますので、昨年はオンラインでのやり取りが非常に増えてですね、ネット通販もかなり伸びました。で、今後はさらにですね、この仕組みを活用したリアルとデジタルの融合がまたさらに加速するというふうに思っておりまして、ちょっと前回の調印式でもお話しさせていただきましたけど、地域活性化で非常に大事なことはですね、その地域が持っているこの潜在的価値をですね、あらゆる手段で皆さんと共に情報発信していくというふうに私は思っております。町、それから人、仕事、
こういう3点に目を向けてですね、雇用の促進であったり、経済の立て直し、頑強な経済基盤のインフラ作りを目指してですね、人、商品、サービス、それからスポットなどの情報を、皆さんとの集合値ですね、マッシュアップを使ってですね、情報ポータルサイトを作っていきます。でこの新しい仕組みを使ってですね、より豊かな街づくりとさらなる雇用や経済のことを目標にしてですね、まあ、本日よりスタートしていきます。そしてその第1弾、これがあの街コインの門ですね、このコミュニティ通貨を上田市民でデザインしてですね、コミュニティを促進して、活性化させ、そして次の第2弾のですね、ネット通販プロジェクト、モンマーケット上田、こちらにつなげていきたいと思っています。今後もですね、第3弾、第4弾と、今考えている所存ですので、期待いただければと思います。で今回もこのプロジェクトを推進するべく動画も後でご紹介しますが制作いたしました。上田市出身のアーティストモロハの、アフロさんですね、はい、であと、まあ、今あの頑張って、MC をしてもらっているこちらの、七瀬さんにも協力していただいて素晴らしい仕上げとなりました。今後はですね、私どもも上田市にも拠点を置いてですね、プロジェクト推進のために、全力を尽くしてまいりますのでよろしくお願いします。皆さんからの声を反映させていただきまして、共有感があるコミュニティを作りですね、新しい経済圏の創出を目指して次世代型の新しい上田の未来をぜひ皆さんと一緒にですね、実現したいと考えております。これからの上田市の歴史を作る主役はもう本当にこの本プロジェクトに関わる皆さんと私は思っています。成功させるためには皆さんの力がもう本当に必要ですので、ぜひ共に新しい上田市をですね、作っていきたいと思っています。過去を変えることはなかなか難しいんですが、共に未来を作ることはできますので、ぜひ新しい時代の幕をですね、共に開き、一緒に新たな石にですね、名を刻みたいというふうに私は考えております。それではテープカットに移らせていただきます。私がどうぞと申し上げましたらテープにハサミを入れてください。いいですかね。町のコイン上田門スタートアップセレモニーテープカットです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こちらご覧になりますでしょうか。こちらがですね、今回の実証実験の成功に欠かせない、この上田市のですね、PR のために急遽ですね、我々の制作チームを結成して、プロモーションムービーと、このポータルサイトというものをご用意させていただきました。視聴者の皆様にですね、ご満足いただけるような内容に、ちょっとどんどんしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。これから、プロモーション動画になりますのでよろしくお願いいたします。馴染みある街並み、山々が白く染まる頃、冬の訪れを私は肺で感じる。全細胞に行き届くように冷たい空気を目いっぱい吸い込めば、なんだか風の姿さえも見える気がする。聞こえる物音の一つ一つが歴史を奏で、私にしなやかな弾みをつける。願いが込められた絵馬に囲まれて自然と伸びる背筋。足取りは軽く、心の向く方へ。旅とは遠くへ行くことではなく、心穏やかに目を開き、目の前の景色を全身で感じ取ることなのかもしれない。鮮やかな色彩、匂い、響き、手触り、引いたおみくじに広がる未来を想像したり、
走り出したり、お腹が空いたらいただきます、舌包み。さあ次はどこへ行こうか。線路が導いてくれたのは柔らかな光さす温泉郷。好奇心こそが私の確かな方位自信。美しくて嬉しい、美しくて美味しい。寒いからこそあったかいがありがたい。自分だけのパワースポットがきっとある。町のコイン門とともに新しい出会いを、新しい自分を。いかがでしたでしょうか。もうお気づきになられたかと思いますが、私もこのプロモーションムービーに参加させていただいております。撮影している時から冬だしって素敵だなと感じてたのですが、こう改めてムービーで見てもワクワクできました。こんなワクワクを感じながら町のコイン上田門を楽しんでいただけましたら、私もとても嬉しいです。それでは以上をもちまして、町田会員上田門スタートアップセレモニーを終了とさせていただきます。本日は多くの皆様にご視聴いただき誠にありがとうございました。